こんにちは。今回は2022-2023 J リーグのオフの移籍市場でのアルビレックス新潟の補強ポイント並びに獲得できたら面白いと思う選手を18名ピックアップしました。本日は2022年の9月9日です。 J2 は34節が終了しました。こちらは上位陣の成績です。勝ち点65の新潟は2位に位置します。3位の岡山との差は5となっており、このまま行くと2017年以来の J1 復帰が実現します。ただその差は5しかないので、まだ油断はできません。 J2 の昇格争いから目が離せませんが、早くも9月に突入したのでオフの移籍話も気になる時期です。今回は J2 のアルビレックス新潟をピックアップしたいと思います。本動画の構成ですが、今シーズンの新潟を簡単に振り返った後、現チームの強みと弱みはどこなのかを数字で示したいと思います。さらに新潟の補強やチーム作りの傾向や考え方について、流出退団移籍が考えられる選手について、今オフの新潟の補強ポイントについて、最後に獲得できたら面白いと思う選手を18人挙げてみました。それではスタートです。まず最初に今シーズンの振り返りです。34セットを終えた時点で19勝7敗8分けで勝ち点65です。34試合で59得点31失点となります。3位の岡山との差は5です。 J1 復帰のチャンスを迎えています。就任1年目となる松橋監督がうまくチームを作りました。残りは8試合となりました。過去4年間は J1 昇格に失敗していますが、今シーズンは何としてでも J1 に昇格したいところです。今度は主要プレイヤーの個人成績です。ゴールを量産している選手はいませんが、鈴木浩二は8ゴール、谷口海斗は7ゴールを挙げています。武器である2列目は高木義明が7ゴール5アシスト、伊藤亮太郎が7ゴール8アシスト、夏にベルギーに移籍した本間紫苑は5ゴール6アシストを挙げています。今度は今シーズンの新潟の強みと弱みはどこなのかを数字で示したいと思います。得点数と失点数はいずれも J2 で2位です。シュート数は1位、パス数も1位、ペナルティエリア進入回数も1位です。攻撃型のサッカーをしていることがよくわかります。気になるのは枠内シュート率が 30.5% で13位とあまり高くない点です。クロス数は 13.4 本で18位なので、クロスを多用するチームではありません。インターセプト数も16位となります。その他で気になる数字を挙げてみると、セットプレーから11得点というのは J2 で4位タイです。セットプレーから7失点というのは J2 で少ない方から数えて2位タイとなります。平均年齢は 26.82 歳で J2 で10番目です。平均身長は 174.49cm ですが、これは J2 で最も低い数字となります。こちらはカテゴリー別の平均身長です。 J2 の平均身長はだいたい 177.5cm ぐらいなので、174.49cm の新潟は J2 平均と比べてもかなり低いことがわかります。J1 平均はさらに平均身長が高くなることを考えると、J1 復帰を果たした場合は高さ不足を解消しないといけません。今度は補強やチーム作りの傾向や方針や考え方についてです。こちらは過去6年間の新潟の平均年齢です。基本的には若いチームであることがわかります。期限付き移籍の選手をうまく活用しており、2020年は中島、今シーズンは松田が活躍しています。昨オフにアルベルト監督が退任となりましたが、松橋監督は継続路線を選択して、魅力的なパスサッカーは今シーズンも変わりません。新潟のスタイルになっています。今度は今オフに流出や退団や移籍が考えられる選手についてです。期限付き移籍中の松田栄太郎を完全移籍で買い取ることができるのかは大きな注目点です。流出の心配があるのはキーパーの小島や
J2 有数のアタッカーに成長した伊藤龍太郎です。さらには J2 有数のボランチである高高弘、同じく J2 有数の左サイドバックである堀米も流出する可能性はあります。1ページの図下は柏からの期限付き移籍となります。ロシア国籍を持っています。今度は今オフの新潟の補強ポイントについてです。最優先補強ポイントは以下の3つです。センターバックのレギュラー候補、スピードのあるセンターバック、軸になれる大型フォワードです。センターバックはベテランの千葉とマイケル・ジェームズがずっとレギュラーを張っていますが、共にベテランでスピードのある選手ではありません。若くてスピードのあるセンターバックを確保したいところです。その他ではサイズのあるボランチやアタッカー、同じくサイズのあるサイドバック、クロスからゴールを奪えるアタッカーも必要です。すでに触れた通り平均身長が J2 で最小です。高さ不足は今オフに解消したいところです。サイドバックは藤原も堀米も身長の低い選手となります。最後に具体的に新潟が獲得できたら面白いと思う選手を挙げてみました。まずは若手もしくは中堅世代のセンターバックのレギュラー候補です。熊本の姿、栃木 FC の鈴木海斗、 FC 東京の木村の3人を挙げてみました。姿は J2 有数のセンターバックに成長した183センチの長身選手です。今度はスピードのあるセンターバックです。金沢の庄司、熊本の井岡治ヘンリー、水戸の旅なすジェファーソンの3人を挙げてみました。共にスピードを持った選手で、旅なすはフィリピン代表に選ばれています。井岡と旅なすは左利きです。庄司は187センチと長身ですが、スピードがあってカバーリング能力の高い選手です。ビルドアップ能力の高さにも定評があります。今度は軸になれる大型フォワードです。熊本の高橋、横浜 FC のサウロミネーロ、松本山雅の横山の名前を挙げてみました。高橋は J2 で2桁ゴールを挙げています。豊富な運動量も武器です。サウロミネーロはここまで4ゴールですが、ポテンシャルの高い選手です。横浜は U19 日本代表に選ばれており、 J リーグ屈指のスピードを持っています。今度はサイズのあるボランチもしくはアタッカーの選手です。フロンターレの山村、仙台のホギーニョ、水戸のドヒの3人を挙げてみました。山村は186センチ、ホギーニョとドヒは180センチとなります。サイズのある選手が中盤にいると高さでやられるシーンは少なくなるでしょう。今度はサイズのあるサイドバックです。横浜 FC の中村、千葉の西久保、徳島の新井の3人を挙げてみました。中村は179センチ、西久保は178センチです。新井は173センチと小柄ですが、空中戦の強さに定評があります。ビルドアップ能力が高くて判断も正確なので、今の新潟のサッカーに非常に合った選手と言えます。獲得できたら大きな戦力になるでしょう。今度はクロスからゴールを奪えるアタッカーです。鳥栖の宮代、鹿児島の米沢、京都の豊川の3人を挙げてみました。宮代はフロンターレが保有権を持っています。米沢は J3 でゴールを量産しているサイドアタッカーです。豊川はベルギーやセレッソでも活躍しました。サイドから点に絡める選手です。以上になりますが、今オフ並びに来シーズンの新潟はどうなるでしょうか。就任1年目となる又橋監督の続投はほぼ確実です。有望な選手はたくさんいるので、J1 昇格に失敗した場合は草刈り場になる可能性も否定はできません。言うまでもなく、今シーズン J1 に昇格できるのか否かでクラブの未来は大きく変わってきます。今回の動画は以上です。本動画では新潟をピックアップしましたが、それ以外の J リーグのクラブの動画も順次アップ予定です。
見逃し防止のためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。最新の動画は夕方の18時くらいにアップしています。最新の動画をチェックしたいときはそれ以降の時間帯にアクセスしてください。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。